白坂慎太郎です。このチャンネルは株式大学による企業研究の成果を株主または株式投資初学者の方に向けて講義形式にて公開している番組です。今回のテーマです。今回はなぜ楽天は通信に参入したのかということに関してのですね、学びというのを深めていきたいと思います。で、まあ、結論なんですけれども、楽天の主力であるネット事業に多数の新規参入者が入り続けていたことによって、利益面での成長が鈍化していたからというふうに考えています。はい、で以後ですね、この考えというのを深めていきたいと思います。でまず数字の確認っていうのをしていきたいと思います。で今回はですね、電子商取引、ネット通販のですね、競合であるヤフーとを比較企業ということで、ちょっと見ていきたいと思います。で、まず売上ですね、楽天とヤフーの売上推移ということで、ちょっとこう決算の時期っていうのがですね、3ヶ月ずれていますので、楽天は1月から12月、で、ヤフーは4月から3月ということになるので、全く同じ時期を比べること、ているわけではないんですけど、あくまでも目安ということで見ていきたいと思います。2018年、19年、20年ですね。でこれを楽天に合わせてます。2018年の1月から12月で、2019年の1月から12月、そして2020年の1月から12月ということで、楽天に合わせた数字になっています。売上から見ると楽天は1.1 兆円ですね。2018年が 1.1 兆円で、1.2 兆円、1.4 兆円ということで、右肩上がりに売上が上がっているということですね。で、ヤフーに関してはですね、2018年が 0.9 兆円、つまり9000億円ということですね。で、それが2019年1兆円で、2020年、これは見通しです。予測ということになりますけれども、1.1 兆円というのが業績予想になっているということです。はい、次は営業利益ですね。本業での利益というのを同じ2018、19、20ということで見ていきたいと思います。で、2018年は楽天とヤフーというのは、ほぼ同じぐらいだったということですね。楽天が1700億円の営業利益に対してヤフーは1400億円ということです。ちなみにちょっと遅れたんですけど、ヤフーっていうのが、名前が分かりやすいと思っているのでヤフーというふうに出していますけれども、上場企業としては Z ホールディングスというふうになります。はい、Z ホールディングスなんですけれども、決算発表としてはですね、ただ、親しみやすさからいくと、ヤフーの方が親しみやすいと思っているので、あえてヤフーというふうに記載しています。実際は Z ホールディングスが発表している決算発表ということですね。はい、2018年が1700億円でヤフーが1400億円ということです。ところが楽天の場合は2019年が700億で、2020年の1月から2020年の12月の1年間に関しては営業利益がマイナス900億円、つまり本業の営業利益としては赤字決算を発表しているということですね。一方ヤフーに関しては1400億、1500億で、1600億っていうのはこれは見通しです。予測ということになりますけれども、1600億円を予定しているということですね。はい、そして楽天ですね。ちょっとこのスライドに関しては、ヤフーとの比較ではありませんけれども、楽天単体で見た時の営業利益が2019年と2020年で、どういうふうに変わったかという、部門別の内訳というのをちょっと見ていきたいと思います。大きく3つですね。ネット事業、それから金融事業、そして通信事業です。で、まずネットに関してなんですけれども、ネットはですね、2019年は1070億、本業の営業利益が出ていますが、2020年は400億ということで、1年で営業利益が670億減っているということですね。で金融に関しては、楽天銀行、楽天証券、楽天カード、こういったものですけれども、690億が810億ということで120億営業利益が増えています。で通信ですね、に関しては2019年が765億円の赤字だったのが、2020年は2270億の赤字ということですよね。なので、2019年も赤字だったんですけど、2020年はそれが大きく赤字が拡大しているということになります。通信の赤字っていうのはね、先行投資ということで、基地局の建設っていうのをね、かなりこう前倒しで、本当はもっと長い期間かけてね、
やる予定で、それでまあ予算っていうのを最初は配分してたわけですけれども、その基地局の完成ですよね、整備っていうのをかなりこう計画、当初の計画よりも前倒しにするということで、先行投資の金額っていうのが増えてるということですよね。1年あたりの先行投資の金額が増えてるということで、ある程度理解することができるんですけど、個人的に注目したのはネットですよね。実際楽天グループの売上の 50% 半分はこのネット事業です。でその半分を上げているネットがですね、1年で400億円まで営業利益が減っていたと。要するに670億営業利益が減っていたということですよね。減少率でいけば 63% ぐらい減っているということになりますので、実はここがすごく大きなポイントだというふうに考えています。はい。で、現金ですよね。現金の流れ、キャッシュフローということになります。これは楽天とヤフーの比較ということになりますけれども、これは一番新しい2020年1月から12月ですね。2020年の1月から12月の数字です。ちょっと楽天を先に縦に見ていくと、営業キャッシュフローですね。本業での現金は、530億プラスということですね。これは、金融を除いてます。楽天銀行、楽天証券、それから楽天カードなどの金融を除いてます。なんで金融を除いてるかっていうと、金融のお金っていうのはちょっとね、かなり特殊なんですよね。銀行とか証券とかカードとか、こう、特殊です。どういうことかっていうと、例えば楽天銀行っていう銀行が預かってるお金っていうのは、そんなにね、自由に使えるお金じゃないんですよね。例えば楽天銀行というのを信用して楽天銀行にお金を預けてます、預金してますと。でその預かってるお金ですよね、いわゆる楽天銀行が預金者から預かってるお金っていうのは、運用して増やそうとすることはできるんですよ。運用して増やそうとすることはできます。それは別に普通の銀行だったとしても、ただただ預かってるだけでは全く収益上がらないわけですから、その預かってるお金を誰かに貸し出したり、例えば法人とか個人に貸し出して、それで金利収入を得るとか、もしくはもう運用で増やすということですよね。国債とか投資信託とか、もしくは株式とかに投資して運用で増やすということも、銀行のお金もすることはできます。ただやっぱり銀行のお金っていうのはどこまで行っても他人のお金を預かってるということになるので、あまりハイリスクなお金、あまりハイリスクなことで運用するっていうことはできないんですよね。できないわけです、運用することは可能なんですけど、かなりローリスクのものじゃないと銀行のお金っていうのは、運用に出せないということです。まして今回のテーマになっている例えば通信事業というね、こう成功するかどうか、不確実な、その不確実性が高いものに、楽天銀行のお金とかっていうのは、預金者から預かってるお金っていうのは使えないわけですよ、これはやっぱりこう預金者からしたら当たり前に自分のお金はいつでもそこにあっていつでも引き出せるという安心があるから、銀行にお金を預けてるわけですよね。なのに例えば自分がお金を銀行に預けてて、でその、預かってるお金がね、いやすいません、ちょっと運用に失敗してしまってね、なくなっちゃいましたというわけにはいかないわけですよ。実際は、何を言ってるんだと、いや預けてたわけだから引き出せば当然いつでも引き出せるはずだろうっていうのが、預金者の当たり前の考えですよね。だから、もう銀行っていうのも、ただただ預かってるだけじゃなくて、それを誰かに貸し出したり、もしくは運用で増やそうとしたりっていうことは当然するんですけれども、ただし、貸すならばかなりの確率で、返済してくれるであろう、人であり法人にしかやっぱりお金は貸せないし、そして実際もかなり元本がですね、100% とまでは言わなかったとしても、99% 以上は大丈夫じゃないかっていうような、非常に手堅い国債だったり投資信託だったり、極めて変動が小さい株式だったりっていうものにしか、なかなかやっぱりお金を出す、運用で出すってことはできないわけです。で今回のテーマである通信事業に、じゃあ楽天銀行楽天証券のお金を使いましょうというわけにはやっぱりいかないんですよね。だからやっぱりこう金融を、抜いた数字で見る必要があるということで、ここの、現金っていうところには、楽天グループの中から金融部門ですよね、楽天銀行
楽天証券、楽天カードを抜いている数字っていうことで書いています。はい、ということで、まあ、楽天のその金融以外ですよね、まあ、楽天本体っていう言い方をしてもいいかもしれませんけれども、まあの営業キャッシュフロー、本業における現金がプラス530億でしたということですよね。ところがそれ以上に将来の成長のために先行投資をしたのが3300億、1年で投資をしています。で、それでまあ財務ということで、まあ、資金調達したのが1800億ということですよね。で、530億本業で現金が増えたんですけれども、将来の成長のために3300億使いましたと。それして、まあ、結局資金調達で外から1800億を調達してきましたということですよね。で、そうすると、まあ、差し引きすると、まあ、1年で970億現金が減ったということです。で、残ってる、2020年12月31日現在、2020年12月31日現在で残っている現預金が1100億ということですよね。だからまあ2000億の現預金が1年で1100億ということで、まあ、約半分ぐらい現預金が減ったという流れになっているということですよね。まあ、ちなみにヤフーの場合は本業が1900億現金が増えて、で将来の成長のために1200億円投資したわけですよね。で外から500億円調達してきたということで、まあ、2400億入ってきて1200億使ってますから、まあ、1年で現金が1200億円増えたということですよね。まあ、ある意味資金の流れとしてはほぼ理想的な流れということです。本業で、ね得ることができた現金の範囲内で将来の成長のために先行投資をするという、まあ、一番理想的な流れということになります。で1年で1200億ぐらいですね、まあ、すみません、ヤフーの場合はちょっと決算時期がずれているので9ヶ月という数字になってますけれども、まあ、9ヶ月で1200億円現金が増えて今現在ですね、まあ、2020年12月31日現在で9900億の現預金という状態になっているということですよね。まあ、この2つを見比べていただくと、まあ、楽天っていうのがかなり1年間で相当こう身の丈を超える投資を行った結果、まあ、現預金が大きく減っているというのをちょっと確認していただくことができるかなと思います。はい、そして貸借対照表バランスシートの、まあ、右側ですね、負債プラス純資産というところですけれども、まあ、楽天とヤフーというのを比べたときに、楽天の負債は2兆円で純資産が 0.5 兆円ということですね。で比率っていうのはこの純資産の比率です。自己資本比率ですね。負債が2兆円で純資産が 0.5 兆円と、じゃあその純資産自己資本の比率って言ったら、まあ、20% ということですね。負債が 80% で純資産が 20%という数字になっています。でヤフーに関しては負債が 3.2 兆円で純資産が 1.1 兆円で比率が 25% ということですよね。ってなると、まあ、貸借対照表バランスシートで見るとそんなに大きな、まあね、楽天は問題がないように見えるんですけれども、ただしこの純資産 0.5 兆円つまり5000億っていうのは1年で1500億円ぐらい減って残り5000億という感じなんですよね。だからもともとは6500億円ぐらいの純資産だったのが1年で1500億円ぐらい純資産が減って残り5000億という純資産になっているということです。なので、まあ、負債の大きさとか自己資本比率というよりは、まあ、純資産がかなり1年で減ったというところが、まあ、課題ということが言えると思います。はい、で今、ざっとですね、まあ、いろんな数字っていうのを確認してきたんですけれども、最も気になるのはやっぱり中核のネットの営業利益ですね。まあ、これが大幅に減少しているっていうのが一番気になるところです。はい、これですね。楽天の営業利益が2019年から2020年で、ね、2019年は1070億営業利益を出してたのに、2020年は400億ということで、1年で670億営業利益が減っているということです。楽天グループの売上の半分はこのネットですから、なのでここが一番気になるということなんですね。はい、でここでですね、ちょっとこのネット事業の楽天における競争環境というのをちょっと改めて確認してみたいと思います。これは何で整理しているかっていうと、まあ、ハーバードビジネススクールのマイケル・E・ポーター教授がですね出している、まあね、5フォースという、まあ、日本語で言えば5つの力というね、企業というのはまあ、ね、5つの競争環境にさらされている、5つの脅威があるということで、まあね、論文を発表していらっしゃいますけども、
ども、マイケル・E・ポーター教授の、ファイブフォースですね、5つの力っていうので、ちょっと楽天におけるこのネット事業ですよね、電子商取引、ネット通販における競争環境っていうのを確認してみたいと思います。まず1番目はど真ん中ですね、1番目はど真ん中ですね、同じ業界内での競合ということです。ここに関しては、楽天は1位なんですよね。日本国内っていうことに限定すれば楽天は1位です。で、競合はアマゾンとヤフーというふうになっているということですよね。だから、楽天はアマゾン、ヤフーと競合しているということが言えます。で、アマゾン、ヤフーと競合しながらも、現時点では日本1位というのが楽天ということですね。で、今度は2番目っていうのは左側になりますけれども、売り手です。ね、その、事業を行うのに何かを仕入れてこないといけないかと、その仕入れ先ですよね、その事業を行うのに何を仕入れてこないといけないかって言った時に、楽天の場合は加盟店ですよね。加盟店の方々に、結局、楽天っていう、そのプラットフォームに、インターネット上のお店を出してもらうわけですから、結局その、売り手としては加盟店ということになります。加盟店の方々が楽天市場にどん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 参加してきてくれて、それで事業を行うということですよね。はい、これが川上ということになります。で、今度は川下ですね、一番右側の買い手ということですよね。じゃあ実際誰が商品サービスを買ってくれて、楽天に売り上げなり収益っていうのを上げさせるくれるのかといえば、これは消費者ということになるわけですよね。実際楽天市場の商品っていうのを買ってくれるっていうのが、一般消費者ということになります。だから消費者の、例えば経済環境だとか家計の予算だとか、そういった影響っていうのを当然楽天は受けるということになります。はい、今度は上ですね、上の方に新規参入ということで丸4番ということで新規参入というのを書いていますけれども、これはネットで商品サービスを売りたい中小企業または個人事業主ということになりますよね。これがその楽天のネット事業、ネット通販に入ってくる新規参入者ということになります。一つ一つの中小企業とか一人一人の個人は、売上の規模っていうのはもしかしたら何万円とか何十万円とか何百万円とか何千万円とかね、大きいところだったら何億何十億だかもしれないですけど、でいずれにしても規模はたとえ小さかったとしても、そういう規模が小さい新規参入者がいっぱいいるということですよね。それが4番ということになります。で、最後5番ですね。この楽天市場で展開しているネット事業、ネット通販におけに代わる、代替品は何かって言ったときに、今回は一つの例としては共有経済、シェアというのを挙げてみました。結局、商品、新しい新品の商品、サービスを買わなかったとしても、もうはっきり言って買わなくていいと。その余ってる人から譲ってもらうみたいな、その自分で所有しなくていいと。共有でいいし、シェアでいいという、その、共有経済ですよね。例えば、結局楽天市場っていうのは、企業が個人に対して消費者に対して商品サービスを提供するっていう、いわゆる B2C ですよね。ビジネスからカスタマーに B2C という、そういう、形になってますけれども、共有経済の場合は、例えば C2C ですよね。お客さん同士で融通し合うということで、例えば、メルカリ、とかっていうのはね、はっきり言ったら楽天の、代替になる可能性もあるわけですよね。もちろん楽天もその、グループの中にラクマみたいな、その中古の、商品のやり取りみたいなサイトを持ってるんですけれども、要するに、お客さんが新品の所有にこだわらないと。で、中古品でもいいし、余ってるものの融通の試合でもいいっていう、共有経済、シェアエコノミーっていうのは、一つの代替品になるかなというふうに思います。そうしたときに、楽天っていうのはこの5つの競争環境の中に、いるということですよね。で、そうしたときにやっぱり一番大きな要因、今5つっていうのを確認したんですけども、私が個人的に一番大きい要因だろうというふうに思ったのはやっぱり4番の新規参入だというふうに思ったんですね。なんでかっていうと、ネット通販っていうのは中小企業、もしくは個人ですねが小資本で誰でも簡単に参入できるために、ものすごい多数の新規参入者が毎年で入り続けているということですよね。これが一番大きい、楽天に一番大きな影響を与えているというふうに個人的には考えています。結局見た大きいところで言えばアマゾンとヤフーしかないんですけれども、小さいところですよね。それこそ売上が数千円、数万円、数十万円、数百万円、数千万円とかね、もしくは企業で言ったら数億、数十億ぐらいのレベルのその中小企業または個人事業主が結局いっ
ぱいいると。しかもいっぱいいるだけではなくて毎年増え続けているということですよね。なんでですかって言ったら、それはもう簡単で、ね、小資本で誰でも簡単に参入できるからということですよね。まあ極論ブログ一つ立ち上げるだけでも何か商品サービスっていうのをインターネットで売るということを始めることができるわけですから、なのでまあね、すごく毎年新規参入者が増えているということですよね。でたとえ市場全体は伸び続けていたとしても、それ以上の割合で競合が増え続けたならば、市場はすでに成熟期に入っていると言えるということです。まあ、導入期、成長期、成熟期、衰退期と4つの、ね、ステージがあるとしたならば、もうね、そのネット通販っていうのは成熟期と。で成熟期っていうのは業界全体、市場全体はずっと大きくなり続けてるんですね。ね、ずっと大きくなり続けてます。実際ネット通販っていうのは、ね、今、大きくなり続けてるし、これからも大きくなっていきます。今日本全体の小売における、ね、ネット通販というのは、まあね、7% ぐらいだと思います、金額として、ね、だから 93% はリアルの、ね、小売ですよね。まあ、デパート、スーパー、コンビニで上がってるわけですけれども、残りの 7% っていうのがネットで、まあ、結局電子商取引ですよね。ネット通販経由で上がってるということですよね。でそれが最終的には3倍ですよね。要するに 7% が 20% ぐらいまでは、まあ、いくっていうふうに、まあ、言われてるわけですよ。だからネット通販っていうのは今からも全然大きくなっていくんですよね。だから市場自体は大きくなり続けてます。ただその市場が大きくなる速度よりも、まあ、パーセント割合よりも毎年入ってくる競合の数の方が上回ってるということなんですよね。業界は、まあ、ある一定割合、一定のパーセントで伸びてますと。しかしそのパーセント以上にたくさんの、ね、新規参入者が入り続けているということであれば、それはもう成長期ではなくて成熟期、ということですよね。だから入ったんだけど撤退していく人たちっていうのもどんどん出ていくという、ことですよね。なので、まあ、結局のネット通販、ネットを通じて商品サービスを売るというのはもうもはや成長期から成熟期に入っているということが言えるんではないかと思ってます。業界は伸びます、市場も大きくなります。ただその割合以上に新規参入者が多いと、しかも増えているということですね。で外食産業とか教育産業のようにたとえ中小企業の一社一社の規模は小さかったとしても、その事業者が多数存在している場合です、ね、その場合は仮に業界1位の大手企業だったとしても巨大企業になり得ないということが起きます。特に日本みたいに日本語という、ね、ある特殊な言語で、まあね、守られている地域っていうのはこのことっていうのが起きやすいんですね。日本語って日本人しか喋んないんですよ、基本的には、ね、その例えば英語だったらイギリス人も、ね、喋るし、アメリカ人も喋るし、オーストラリアの人も喋るし、まあ、世界共通語みたいな感じで、いろんな多民族の人たちが英語って話しますよね。ところが日本語と韓国語だけは基本的には日本語っていうのは日本国民の言語なわけですよ。韓国語っていうのは韓国の国民の言語なわけですよ。だから基本的にはこのね、日本語という言語で日本市場というのはまあ守られているわけですよね、一言で言うと。でよく言えば守られている、悪く言えば外に出ていくのがまあ難しいというところがあるわけですけれども、まあ、日本という国は日本語という言語、目に見えない言語によってまあ、ね、外国からまあ守られているところがあるんですよね。だからまあ要するに日本語を勉強する、要するにこうヨーロッパの人とかアメリカの人とか中国の人が日本語を勉強するメリットというのは、日本市場でビジネスがやりたいかどうかというぐらいしかまあメリットがないわけですよね。なので基本的には日本語っていうのが、まあ、いわゆるこう、ね、日本国民を、まあ、ビジネスという意味では守ってくれてるわけです。でその守られてる、部分っていうのは、まあ、いわゆるこう村社会化しやすくて、だから結局ですね、日本における外食産業とか教育産業っていうのは大きな企業っていうのが出ないんですよね、ないわけです。例えば外食とかめちゃくちゃ大きい産業ですけれども、ね、1位のマクドナルドでもまあね、結局5000億円ぐらい、っていう規模なんですよね。まあ、マクドナルドはもう外食の中では圧倒的に、規模が大きいですけれども、それでも、ね、市場シェアからしたら数パーセントの5000億とか、いうふうになってるわけです。なんでかって言ったら外食ですよね。要するにこうね、飲食店外食店っていうのはもういっぱいいろんな人がやってますよね。本当に町の定食屋さんですよね、がいっぱいやってるわけです、ね、和食なり洋食なりね、中華料理なりね、イタリア料理とか、まあいっぱいやってますよね。本当に家族経営とか家族のね、本当に家業として、いっ
ぱいいろんな人がやってるわけですよ。でそうなるとたとえね1位のマクドナルドだったとしてもなかなか大きくならないんですよね。いくら産業が大きかったとしてもやってる人がめちゃくちゃ多いっていう場合は、結局その1位企業だったとしてもあんまり大きくなれないということが起きます。これは教育も同じです。教育で例えば予備校だとか塾とかって言ったところで大きい企業っていうのがね、まあ、ないんですよね。基本的には一番大きいベネッセだったとしても、まあ、時価総額で言えば2500億円ぐらいだったりするわけですよ。もう圧倒ベネッセって日本の教育産業の中で圧倒的1位です。圧倒的1位なんですけれども、それでも時価総額で言えば2500億円ぐらいなんですよね。まあ、あとは、まあ、上場企業って言っても本当にもう一桁以下なん、一桁小さくなるんですよね。なので、まあ、例えばその東進衛星予備校展開している永瀬とか、まあ、あの辺はまあ、ね、その予備校としては1位ですけれども、それでも時価総額100億ぐらい、っていう感じなんですよね。だからまあ教育産業とかっていうのも全然大きな企業がないんですよ。でなんでかって言ったら、それもいっぱいいろんな人がやってるわけです。要するに小学生に何かを教える、中学生に何かを教える、高校生に何かを教えるって言った時に、もういっぱいね、いろんなところでね、ありとあらゆる、それこそ中小企業とかも個人レベル、家業レベルでいっぱいいろんな人がやってるわけですよね。なのでまあ本当に生徒さんがね、20人30人だったとしても全然ね、そういった塾っていうのは日本国内にいっぱいあるわけですよね。それこそ1万箇所以上あったりします。そうするとたとえ1位のベネッセだったとしても、それほどね、圧倒的にもう抜群に大きくなるということがないということなんですよね。だからまあ外食産業とか教育産業のように、たとえ中小企業の一社一社の規模は小さかったとしても、その事業者が多数存在している場合、もう街にはいっぱい定食屋さんがありますと、町にはいっぱい外食屋さんがありますと、町にはいっぱいね、塾がありますみたいな、まあ、そういう状態になると、仮に業界1位の大手企業だったとしても、外食1位マクドナルドだったとしても、教育産業の1位ベネッセだったとしても、ね、もう時価総額数兆円数十兆円っていう巨大企業にはなり得ないということなんですよね。でこれがネットの世界でも起き始めてるということです。で楽天は日本国内に限定すれば電子商取引ネット通販で1位であったとしても、全世界的に見るとアマゾンやアリババに大きく溝を開けられているということですよね。日本国内に限定すればアマゾンよりも楽天の方が大きいんですけれども、アマゾンっていうのは前ね、はっきり言った英語圏全部ですよね。でアメリカ、ヨーロッパ、でもまあ実際は展開しているわけです。でアリババはまあ中国ですけれどもね、中国語を話す中国国民というのはね、本当に13億人以上と日本の13倍ぐらい市場があるわけですから、そう考えるとやっぱり楽天は日本の中では1位だったとしても、ね、世界とかアジアという形で見るとアマゾンやアリババに大きく溝を開けられているということですよね。でまあ、社内公用語を英語にして、まあ全世界で通用するグローバル企業を目指していたとしても、現実的に楽天の中核は日本国内におけるネット事業ということです。これがまさに理想と現実ということですよね。楽天はだから社内公用語を英語にしましたと。で本気の本気でもう 120% 本気で楽天は全世界で通用するグローバル企業を目指しているわけです。でもこれも超本気で目指してるわけですよね。まあ、そういうこうね、素晴らしい壮大なビジョンをめがけて楽天っていうのはまあ、企業経営が行われているわけです。なんですけど、現実、じゃあ何でね、現金を稼いでますかって言えば、それは日本国内におけるネット事業。まあ、それがもうね、半分以上なわけですよね。もうこれこそが一番中核中の中核ということです。これはまさに理想と現実の、まあ、差っていうことですよね。まあ、経営っていうのは理想と現実の差を一日一日埋めていくっていうのが、まあ、経営っていうものですけれども、楽天が掲げているビジョンとしては、ね、もう世界を代表するグローバル企業。これがまあ楽天が掲げているまあ素晴らしい壮大なビジョンですよね。でも現実じゃあ何で現金稼いでますかって言ったら、これ楽天市場だったりね、っていうネット通販ですよね。電子商取引で実際はお金をまあ稼いでるわけです。で理想と現実の間に大きく差があるということですよね。でまさに経営そのものということです。まあ、これはもう楽天に限らず全、会社全企業同じですけれども、まあ、基本的にはね、外から見ると
ね、すごくこうね、平然と優雅に泳いでるように見えて、まあ、水面下っていうのはもうみんな懸命にね、バタ足で、なんとか溺れないようにね、バタ足を、しているということですよね。まあ、これは、まあ、今回は楽天っていうのがテーマですけど、まあ、楽天に限らず全てのね、本当に生き残り続けている企業であれば、もうね、まさにこれをもう毎日やってると。で、外から見たらね、すごく簡単そうにね、やってるし、平然とやってるように見えるんだけど、実際目に見えないところではもう懸命なバタ足をやってるということですよね。まあ、楽天からすると、いや、私たちはね、世界を代表する、ね、グローバル企業を目指してますと、ね、そのイノベーションでエンパワーメントするということでね、やってるわけですよ。本当に社内の公用語を英語にしてね、グローバル企業としてこれからもどんどん持続的な成長を目指してるわけですよね。だから外から見たら、まあ、すごく優雅に泳いでるように見えるし、まあ、すごくね、かっこいいわけですけれども、現実じゃ何でお金を稼いでますかって言ったら、それはもう楽天市場ですよね、を中心とした、まあね、その楽天経済圏っていうのがもうはっきり言ったら売上の半分以上、ということで一番主力ということになるわけですよね。だからここに、まあ、理想と現実の差があって、で経営っていうのはその理想と現実の差を一日一日で一生懸命なんとか埋めようという、ね、日々の、まあ、試行錯誤の連続ということですよね。まあ、全く同じことなんですけど、まあ、言葉で言うならば、経営とは丘の上を見ながら日々石臼を回し続けるようなものということですよね。経営とは丘の上を見ながら日々石臼を回し続けるようなものと、ね、これはまあドラッカーの言葉ですけれども、丘の上っていうのはビジョンです、ね、丘の上っていうのはビジョンです。あそこに行きたいと、ね、自分たちはあそこに行きたいんだと、あそこを目指してるんだと、まあ、そういうね、丘の上を見ながら、じゃあ実際何やってるんですかって言ったら、毎日石臼を回してますよねと、まあ、すごく地味、経営っていうのはね、地味で泥臭いものなんですよね、っていう、その両方、ものすごい両極端のことをね、やり続けるっていうのが、まあ、経営ということです。で、楽天はまさにその状態で、ね、目指してる見てる丘の上っていうのは世界を代表するグローバル企業なわけですよ。まあ、グローバル企業でありグローバルリーダーっていうのを、まあ、見てるわけです、丘の上を、でもやってることっていうのは日々、ね、その楽天経済圏、まあ、ネット上に展開されている楽天経済圏の、まあ、いわゆる日銭的なものですよね。それでお金を、まあ、現金を稼いでいるということですよね。まあ、そこに大きな理想と現実のギャップがあるということです。で、今回はそのね、その一番本体である、一番中核事業であるネット通販電子商取引の利益面での成長っていうのが、まあ、鈍化している、まあ、2019年と2020年に関して言えば減少しているというところを、まあ、今回は確認しているということなんですね。はい。で、中核のネット通販が利益面において成長が鈍化してますと。まあ、2019年から2020年に関してはもうむしろね、利益が減ってるということです。で、ネット金融に次ぐ日本国内における第3の柱っていうのが今後の成長にとってどうしても必要だと思われたということです。ネットはまあね、売上は増えてますと。ただ、成長がね、当時からもうね、ちょっと伸びが鈍化してると。で、金融は完全に確立してるんですよね。まあ、売上の 35%ぐらいで、しかも利益率も高いです。だから、まあ、楽天銀行、楽天証券、楽天カードっていうのは、まあ、うまくいってるわけですよ。ただ元々の中核の、まあ、売上の半分以上を、占めているこのネットですよね。 1本目の柱っていうのが、まあ、かなりちょっとね、成長が鈍化している。特に、まあね、利益という面で鈍化しているということで、まあ、第3の柱が、ね、必要だったということですよね。だから、まあ、通信事業に参入したということです。で、楽天参入前の通信事業っていうのは、まあ、ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社がやってたわけですけれども、3社が3社とも最終の当期純利益で 20% 以上を計上してましたと。これ、法人税を払った後でも、通信部門に関しては 20% 以上の利益が出てたということです。ですよね。だから通信っていうのは、まあ、非常にね、先行投資が大きい、ですけれども、まあ、社会的な資本ですよね。まあ、それこそ基地局みたいな、ものだったり、そういう先行投資が大きいですけれども、先行投資を回収し終わった後っていうのはね、毎年毎年で結局、ね、20% 以上の利益っていうのが出続けるという、非常にこう高収益な事業ということが言えるということですよね。
なので、もし楽天が通信事業において3強に割り込めて、ね、要するに NTT ですよね、まあ、当時はドコモでしたけども、ドコモ、KDDI、そしてソフトバンク、この3強に割り込めて4強の一角となり得たならば、まあね、3本目の柱、要するにネット金融、そして通信ということで3本目の柱としては、まあ、正直ね、業界としてはもう十分すぎる、すごくこう巨大にして高収益率の、高収益の、ね、利益率が期待できる、まあ、そういう、事業分野だと。ということですよね。でかつてソフトバンクがドコモと KDDI の2強に割り込んで3強入りを目指していたって、まあ、そういう時代があったわけですよね。もともとは、ね、NTT1 社だったわけですよ。もともとは NTT1 社、それが NTT が NTT とドコモに、まあ、分割して、ね、そして、まあ、携帯通信部門というのは、まあね、ドコモになったわけですよね。だから、まあ、NTT1 つ、それが NTT が NTT とドコモに分割で、そこに、まあ、KDDI が入ってきて、でドコモと KDDI の2強だったわけですよね。でそこにかつてソフトバンクが3強入りを目指して入ってきたということがありました。でそのソフトバンクはじゃあ、ね、どういう状態だったかっていうと、まあ、まずねもう速度を上げる意味でボーダフォンジャパンっていうのを2兆円で買収しましたということですよね。なんかもうソフトバンクが一からねなんかこう各ねそう通信の社会的な資本インフラを整えるとかショップをね作っていくとかっていうことではなくて、もうね完全にも時間をね速度勝負で時間を短縮するということで、もうボーダフォンジャパンというね、企業をまあ買収したわけですよね。まあ、当時のソフトバンクからすると、ね、かなり、ね、大きな企業ですよね。それこそショーが大を買収したという案件でしたけれども、ね、そのボーダフォンジャパンをまず2兆円で買収して、もうね、既存の社会資本、インフラっていうのをまずもう取得したということですよね。そこでまず1ヶ月単位で純増ナンバーワンを目指すと。ね、もうドコモと KDDI って圧倒的に、まあ、当時のソフトバンクからすると、ね、大きな企業でしたから。ね、だからですね、全体の、ね、規模、全体規模で1位を目指すっていうのは相当時間がかかると。でもまずね1ヶ月のね純増ナンバーワンっていうのを目指そうと、とりあえずねこの分野純増っていう分野においては1位を目指そうということで、まあ、契約乗り換えをしてくださった方にはキャッシュバックっていうような、まあ、極めて現実的なね現金的な戦術っていうのをまあ行ったわけですよね。それで2強に対して3強入りっていうのをね目指していたというのが、まあ、かつてはあったということです。でまあ、通信の解約率っていうのは平均で 1%、ね、つまり 99% の人っていうのは1回ね、契約をしたらその契約っていうのを変えないというのが通信の、まあ特徴です、ね。まあ、いわゆるこうスイッチングコスト、まあ、ものすごい簡単なことを言うとめんどくさいということですよね。一回例えばドコモで契約したらもうずっとドコモを使い続ける、じゃあなんで KDDI とかソフトバンクに変えないんですか、いやもう手続きがめんどくさいということですよね。わざわざショップに行ってね本当にね、まあ、何時間とか下手すると半日ぐらいねかかったりして、わけですよね。解約して新しいね例えば、ドコモを解約して、KDDI にするとか、KDDI を解約してソフトバンクにするとか、ね、そういったとっていうのは、まあ、すごいまあ面倒なわけですよね。手間なわけです。まあ、スイッチングコストが高いんですよね。だから1回どっかで契約したら、まあ、99% の人っていうのは基本的に契約を変えないということです。それがまあ通信業界の、まあね、今までのまあ常識だったわけですよね。でその変えない人たちを変えさせた、まあ、要するにソフトバンクは変えさせたわけですよ ね。普通は 1% の人しか契約変えないのに、ね、結局今現時点では、まあ、はっきり言って3強に入れてるわけですよ、ね。だからドコモ、KDDI、ソフトバンクって、ソフトバンクは結局3強に入れてるわけですよね。その変えない人たちを変えさせた大きな一因っていうのは、まあ、キャッシュバックっていう文字通り現金、ね、もう本当の、ね、正真正銘現金の戦術ですよね。まあ、携帯を、ね契約を変えてくれてソフトバンクにしてくれたらその場でねお金が1万円とか2万円とかもらえたと、まあ、そういった時代もあったということですよね。はい。で一方今回の楽天の通信への参入というのは極めて王道的、まあ、そういう、ね、キャッシュバックみたいなのは今回は一切やってないということですよね。まあ、すなわち消費者にとって分かりやすくてしかも安い料金、まあ、これで勝負しようというふうにしたわけです。ただしソフトバンクが参入した時よりも、ね、状況はかなり厳しいというのが現実だというふうに思います、ね。ソフトバンクが入った時っていうのがね、要するに2強の中に3強目として入り込もうとした時よりも楽天が、ね、3強の中に入り込んで4強になる
になろうとしている今の方がかなり状況としては厳しいということが、まあ、言えると思っています。で、再び競争環境です ね、これは今度は、通信における、5フォース5つの力ということになります。で、まず真ん中の、1番ですね、競合です。業界内の競合っていうのは、まあね、今であれば、NTT、KDDI、ソフトバンクですよね。だから要するにソフトバンクが入った時は2社だったわけですけど、楽天が今から入ろうとしている時はまず3社ですよね。で、3社の中に割り込んで4社目になろうというふうにしているということです。じゃあ川上の左側ですね、左側の川上の、まあ、売り手っていうのは何かといったら、これは政府ですよね。通信っていうのは、まあ、結局ね、社会資本、ということで、まあ、国民生活ですね、あんまりこうね、経済環境に、関係なく、みんなが等しく利用してほしいということで、安定的な、サービスが提供できる、事業者に限定してるわけですよね。だから政府の許認可っていうのが必要になるということになります。だから通信っていうのは誰でもやることができるわけではなくて、政府の許認可が下りた事業者だけがやることができるということで、まあ、川上の売り手は政府ということが言えると思います。じゃあ今度は一番右ですね、川下の買い手っていうのは何かって言えば、これは消費者ということになります。当然実際携帯電話スマートフォンというのを使って、まあ、料金契約を、結ぶっていうのは消費者ということになります。で、上の方に行って、まあ、新規参入者っていうのは今回の楽天ということになりますよね。まあ、楽天が NTT、KDDI、ソフトバンクの3社の中に入ってこようとしているということです。で、一番下の5番目代替品ですよね、まあ、これはちょっと今回一つの例として書いたんですけども、時計などっていうふうに書きました。まあ、いわゆるこうカタカナで言えばウェアラブルっていう言われてる、要するにね、携帯とかスマートフォンみたいにもう持ち歩くんじゃなくて、もう身につけるものですよね。ウェアラブル、ということで、もう例えば腕時計だったら持ち歩くっていうよりはもう身につけてるっていう感じですよね。まあ、そういうこうね、時計だとかメガネだとか、っていう、そういうもう時計っていうね、超小型性能コンピューターをもうね、持ち歩くんじゃなくていつも身につけてるとか、もしくはメガネみたいなものが、結局もうね、超高性能なコンピューターを持ち歩くんじゃなくていつも身につけてるみたいな、そういうこうウェアラブル製品っていうのが、まあ、代替品の一つになるかなというふうに思って今回は書いてました。書いてます。で、いうことで、まあ、5つの力っていうので整理したときに、まあ、一番大きな要因はですね、この3番目、川下の買い手ということが言えると思います。通信事業に関しては。そうすると、ソフトバンクが通信に参入したときっていうのは、パソコンから携帯という時期であり、さらにその後にスマホの時代が来ましたということです。で、ソフトバンクっていう企業がですね、まあ、通信に入るときっていうのはまずボーダフォン、日本国内においてはボーダフォンを買収したんですよね。で、今度はアメリカにおいてはスプリントという企業を買収しました。それはパソコンから携帯っていう時代の波だったわけですよ、ね、コンピューターの主力が、ね、コンピューターの主力ってこう時代とともにこう変わっていってますよね。メインフレームからディスクトップ、ディスクトップから パソコン、パソコンから携帯電話、っていうふうにこう変わっていってますけど、あのソフトバンクが通信に参入しようとしたときはパソコンから携帯電話っていう時代の波だったわけですよね。で、さらにもう一回来ました、スマホですよね。2008年ですよね。スティーブ・ジョブズの iPhone、から、ですね、iPhone、スマートフォンという波も来たわけです。だからパソコンから携帯電話という波、そして携帯電話からスマートフォンという波、が来たわけです。で、そこで、まあ、結局業界自体がどん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 大きくなるという、そういうタイミングだったわけですよね。しかし楽天が通信に参入した昨年2020年の時点で、じゃあパソコンから携帯という時代の波とか、携帯からスマホっていう時代の波が来てるかって言ったら、実は来てないんですよね。まあ、つまりスマホで成熟してしまってるということなわけです。で、日本には 1.8 億台もの携帯スマホがすでに普及済みだっていうことなんですよね。ね、日本人で1億2000万人ですよね。0歳の赤ちゃんから100歳のお年寄りまで全部合わせても1億2000万人なわけですよ。で、そこに1億8000万台の携帯スマホがすでに普及済みなわけですよね。ね、だからもう結局0歳の赤ちゃんから100歳のお年寄りまで全部平均で考えたとしても、1人 1.5 台の携帯またはスマートフォンのどちらかを持っているということになるということです。だから何が言いたいかって言ったら、新しく携帯を持ちたいとか、新しくスマホを持ちたいっていう人はほぼほぼいないっていう状態なんですよね。ゼロではないです、ゼロではないですけれども、ほぼほぼいない。だからもう簡単に言えば、もう乗り換えてもらうしかないっていう状態ということです。
はい、なので、まあ、通信事業というのは完全に業界としては飽和しているということです。で、解約率 1% の中で分かりやすくて安い料金というだけで4強の一角に食い込むのは極めて難しいということですよね。まあ、ソフトバンクの場合はもうボーダフォンジャパンというね、もう経営資源というのをね、もうお金で買収してしまって、しかも、契約を切り替えてくれた消費者にと対してはもう現金を渡すというキャッシュバックみたいな、そういう、方法を取りましたけれども、まあ、楽天はまあ分かりやすくて安い料金というので今回勝負してるんですよね。ただ実際こうね、乗り換えるというのは非常にまあ消費者からすると手間なので、だからまあ分かりやすくて安い料金というだけで4強の一角に食い込むというのは極めてまあ難しいというふうに思います。おまけにまあ他の3社が低料金プランを発表して顧客の囲い込みを強化しているということですよね。で、楽天が最初に発表した2980円というのは、まあ、当時で言えばね、その他の3社に比べたら約3分の1に近いぐらいの、圧倒的安い料金という、まあ、そういう勝負の仕方だったわけですけれども、ね、その後ね、結局 NTT がドコモを、ね、完全買収して、そして NTT がね、アハモ、という新料金プランでやっぱ2980円みたいな、っていうのをまあ出してきたわけですよね。まあ、それで懸命にその、ね、楽天にまあお客様が流出しないように、顧客の囲い込みっていうのを強化しているということです。なので、まあ、楽天の立場からすると当初はネット金融に次ぐ第三の柱ということで、まあ、通信に参入したというふうに思われます。しかし参入に時間がかかったことで、ね、ソフトバンクはもうその時間を短縮する意味でボーダフォンジャパンというのをもう買っちゃったわけですけれども、まあ、楽天の場合は自前で、ね、整えていったわけですよね。なので当然時間がかかってます。すで、ね、にある既存のインフラを手に入れたというわけではないので、だからしか、参入に時間がかかったことで市場はすでに飽和してしまっているということですよね。日本の中に 1.8 億台もの携帯スマートフォンがもうすでに普及済みであるということです。で、おまけに最大のアピールポイントであった分かりやすくて安い料金という魅力もですね、まあ、その結局、NTT ドコモのアハモっていう新料金プランから始まった、ね、新しい、プランによってかなりまあ、ね、その魅力ですよね、まあ楽天モバイルの最大のアピールポイントもかなり魅力が薄れてきてしまっているということが言えると思います。はい、ということで、まあ、理想ですよね。この楽天の通信分野に参入するっていうことに対しての理想と現実なんですけど、理想としては本業で出している利益の範囲内で将来の成長に対して先行投資、をするということですよね。だから、本体のネット事業でこれだけ利益が出てますと、で、ね、金融でこれだけ利益が出てますと、だからその、ね、本体の、ね、結局ネットと金融で出てる利益の一部を新しい3本目の柱である通信事業に対して先行投資をするっていうのがまあ理想ですよね。まあ、今回の動画の冒頭の方で Yahoo っていうのを確認しましたけれども、 Yahoo はその形でしたよね。本業の利益の範囲内で先行投資をして結果的にはさらに1年間で現預金を増やしているという流れでしたけれども、あれが本当は理想の形です。で、その上で将来的には通信事業単体でも利益を出して先行投資額を回収していくというのがまあ理想ということですよね。だから本業のネットプラス金融で利益を出してます。その利益の範囲内で通信の先行投資をします。で、通信は赤字でもいいんですけれども、やがて通信単体で利益を出して、その通信単体の利益で通信にかかった先行投資っていうのを回収していくっていうのが、これが理想の、まあ、資金の流れ、キャッシュフローということに、が言えます。しかし現実はどうなっているかっていうと、本業で出している利益を大きく超える予算で将来の成長に対して先行投資していると。要するに、ネットと金融で出している、その利益だけでは全然足りないと、もっとそれをさらに超える金額で通信にお金を使っているということですよね。先行投資をしているということです。しかし将来的には、ね、通信単体で利益を出すのは極めて難しい情勢になっているということですよね。それはもう参入に時間がかかったことによって業界が飽和してしまっているということと、そしてもうね、他の3社がね、結局料金、新しい料金プランで顧客の囲い込みを図っているということで、結局先行投資をね、結局将来的にですよ、将来的にこの通信単体で、楽天が通信単体で利益を出すっていうのはかなり、まあ、情勢としては難しいと思います。そしてっていうことは、通信にかかった先行投資を通信単体で回収するっていう見通しが見えないというのが、まあ現実ということですよね。はい、で結果どういうことかっていうと、まあ、今、ね、実際言われているのは、ね、通信をやると
本業のネット通販との相乗効果があるんだと、だから、ね、通信をやるんですということだったり、もしくは通信事業の参入によって培われた社内技術を、ね、外販するというようなことも言われていたりします、ね、だから通信単体で利益を出すっていう話があんまりこう聞こえてこなくなって、逆に通信をやると本業とのネット通販と相乗効果があるんですというのが、まあ最近はよく聞こえてくる考え方、論理ということですよね。またはその通信に参入すると社内そのね、通信に参入することによって、まあ、社内の経営資源、特にその技術、知識技術っていうのが、まあ、すごく高まったんで、その知識技術っていうのを他の、ね、企業ですよね、それこそグローバル、全世界的に、まあ、売っていく、外販する、っていうような、まあ、迂回的な論理っていうのが出てきているというふうに思います。これは最初通信に参入する動機ではなかったというふうに私は思っています。これが動機で入ってだっていうふうには思えないということですよね。やっぱり本当はネット、金融、そして3本目の収益の柱として通信っていうのを見込んで、それで入ったんだと思うんですけれども、まあ、結局想定外の状態になったことで、ちょっとね通信単体は高収益っていうのがまあ難しい、ということは通信単体で通信にかかった先行投資を回収するのが難しいという情勢になって、まあ、こういう論理っていうのが後から出てきたっていうふうに、まあ私は見てるということですね。はい。で、楽天は創業以来で最大の危機だというふうに、まあ、思います。ね。これは実際ね、そういうふうになかなか言われてないですけれども、数字を見ると、まあ、実際はそういう状態だというふうに、見えるということですよね。なんで、創業以来最大の危機っていう、言い方をしているかというと、わずか1年にして970億円もの現金が社外に流出しているということですよね。実際現金という面で1年で970億減ってるわけですよ。で、残りが1100億ということですよね。もともとだから2000億円ぐらいの現金が970億1年で減って1100億になっているということですよね。で、このペースでずっと先行投資し続けるということはまあできないということです。明らかに今後の中核事業ですよね、まあ、要するにネットと金融、この2つにも大きな影響を与えるような状態になっているということです、ね、だから本当だったらネットと金融で上げている利益の範囲内で結局通信に先行投資をするっていうのが理想的な形なんですけれども、実際はそれをはるかに超える金額で通信に先行投資をしていると。で、これをこのままずっと続けていくと、そもそも本体であるね、本体の中核事業であるネットまたは金融にもはっきり言って今後の経営に影響を与えるような状態になっているということが言えると思います。で、普通ね、もしこれが危機だっていうふうに認識した場合ですよね。じゃあ危機を乗り越える王道ですよね。いわゆる経営学の、危機を乗り越える王道っていうのはもう選択と集中です。つまり断捨離っていうことですよね、まあ、それがもう、危機を乗り越えるための一番、オーソドックスな、考え方、になります。危機だなとね、企業経営において危機だなっていうふうに思ったならば、もうはっきり言って断捨離をすると、断捨離をして危機を乗り越えていくっていうのがいわゆる経営学の王道です。たとえ一時的に売上の成長を犠牲にしてでもですよね。では毎年毎年、今年は何パーセント売上成長しました、何パーセント売上成長しました、何パーセント売上成長しましたっていうのを、まあね、上場企業であれば全部目指してるんですけれども、もし危機だというのであれば、それを一時的に犠牲にしてでも撤退するべきものは撤退し、縮小するべきものは縮小し、経費を最小化した上で体力の回復を図るとっていうのが王道だということですよね。で、楽天は中核のネットと金融の2部門において非常に素晴らしいサービスをたくさん提供しているということですよね。まあ、だから、まあ、その楽天市場はもちろんですけれども、楽天トラベルとかね、いろんないい部門ですよね。まあ、新しいところで言えば声優ですよね。スーパーの声優と提携して、ネットの、ね、ネットスーパーですよね。ネット通販、スーパーとか、まあ、あの辺とか消費者にとってはものすごい便利なサービスだったりしますけれども、まあ、そういうね、楽天は中核のネットと金融の2部門において非常に素晴らしいサービスをいっぱい提供しているわけです。で、これは何としても守らないといけないですよね。であれば本体だけを守るために過去に投入した経営支援という埋没費用にとらわれず断捨離するというのが王道的な経営危機の乗り越え方ということになります、ね、要するにまあ、ね、企業経営というのはある意味将棋と同じようなもので、王様取られたら負けなんですよね。簡単に言うと、で、王様を取られてしまったら負けなわけです。で、逆に言えば王様を守る
るためだったら、時には飛車とか角とか金とか銀っていうのが、まあ、犠牲になるということは、まあ、当然ねあり得るわけですけれども、まあ、それと一緒で経営っていうのはやっぱ本業本体ですよね。一番大事な部分、本業本体、中核事業っていうのは、まあ、やっぱり守らないといけないわけです。でそれを守るためにはそれじゃない部分っていうのは、まあ、切るべきものは切っていかないといけないということですよね。いやこの事業この部門に対しては今までこれだけの人を投入して、これだけのね設備を投入し、これだけのお金を突っ込んできたんだから、いやもったいないじゃないかという考え方を持ってると、絶対経営者は務まらないんですよね、普通は。まあこれは王道的に務ま、王道の経営学の王道からすると務まらないわけです、ね、いやいやこんな今までね何年もこの事業にお金を使ってきました、人を投入してきました、設備を、ね作ってきましたみたいな、ね、だから今までこんなにね投入した経営資源がもったいないじゃないですかみたいな考え方を取っていると、やっぱり経営者っていうのは務まらないんですよね、基本的に、ね、そうじゃないと。だってもうそれは未来に対しての意思決定には何の影響もないわけですよ、ね、この埋没費用っていう考え方っていうのは経営者であれば絶対に、まあね腑に落としてる考え方ですけれども、ね、もう今どういう意思決定をしたとしても、もうそのね失われた時間とかお金とかね戻ってこないわけですよ、ね、戻ってこないんだったらそれは意思決定に影響がないんですよね。あくまでも未来から逆算した時に今最善の意思決定は何かっていう考え方をするっていうのが基本的な状態です。で楽天の場合はね結局1年で970億現金が社外に流出していて、残り1100億っていう状態ですよね。ってなると、まあ明らかにね普通数字で見れば危機なわけですよ。であればその本体ですよね、全然悪くないねすごく状態のいいね本体、ネット金融っていうこの2つの本体を守るためであれば、切るべきものは切る、ね、選択と集中、断捨離っていうのは当然、普通は、まあ、経営学の王道的な考えからすると、まあ、やっていくべき時期であるというふうに普通は見えるということです。まあ、しかし今までの楽天の経営姿勢を見る限り、この王道的な危機の乗り越え方をおそらく取らないと思われる、ということですよね。もうこれあくまでも予想しかできないですけれども、今までのまあね、楽天の経営姿勢っていうのを見ると、これをやらない可能性があるということですよね。やっぱり楽天っていうのは売上を毎年大きくし続けて、楽天経済圏っていうのを毎年大きくし続けてっていうね、あくまでもそのね、規模の拡大、規模の成長っていうのにずっとこだわり続けてきているので、あまり楽天っていうのはこの撤退とかね縮小とか断捨離っていうのに積極的な企業ではないんですよね。少なくともそういうふうに、まあ見えるという企業です。だから今回もまあ危機だったとしても、おそらくその、ね、王道的な、まあ、撤退縮小、断捨離っていうのは、まあ、取らないんじゃないかなっていうふうに思います。ね、おそらく、まあ、ここからは本当に推測でしかないんですけれども、まあ、未来のことはね誰にもわからないので推測でしかないんですけれども、さまざまな資金調達の手段を通じて資金を回し続けようと懸命な経営努力をしてするんじゃないかなというふうに思います、ね、結局本業で出てる利益以上に大きくお金をね投資して使っていくということをやっているわけなので、それをなんとか支えるための資金調達っていうのをやり続けるのかなということですよね。であくまで、まあ、楽天は、まあ、規模の拡大、楽天経済圏の拡大っていうのに、もう目指し続ける、売上の成長を目指し続けるのではないかなというふうに思います。まあ、はっきり言ってこの辺になると精神論っていうかね、ちょっとなんか気合とか根性みたいな世界になってきますけれども、いずれにしても、まあ、ここ 1,2 年が最大の勝負というふうに見えます。おそらくここ1年はね楽天にとってはかなり厳しい決算発表が続くんじゃないかなということですよね。要するにもう楽天モバイル、楽天通信ですよね、っていうのがまあねよくてトントンまで持っていけるかどうかっていう話なので、なのでまあね数字で見ると、まあね、ここ 1,2 年は毎回毎回の決算発表っていうのが数字では厳しい発表が続くんじゃないかなというふうに予想します。はい、しかし、まあ、もしね、見事に乗り切ったならば、要するにもうね常識的な考え方、王道的な考え方ではなくですよね、常識的王道的な考え方っていうのは撤退縮小断捨離です。それが王道です。しかし多分楽天はその方法を取らないと思うんですよね。ってなったらもう努力根性気合で資金を回し続けるという感じだと思うので、もしそれで乗り切ったならば、まあ、挑戦する前からして一段階進化した楽天になっているということですよね。まあ、だから社内の力っていうのは相当
相当上がると、ね、いう感じですよね。まあ、危機をね、王道の考え方ではなくて努力根性気合で乗り切るわけですから、もしそれで乗り切ったならば、ね、それはもちろん、ね、知識技能、会社社内の知識技能というのは格段に上がってるでしょうし、ね、もうそれこそ、ね、会社の、ね、気合根性みたいなのも相当上がってる可能性があるというふうに思います。はい、ということで、まあ、今回のテーマはなぜ楽天は通信に参入したのかっていうことに対しての、学びっていうのを深めてきたということですね。はい、で楽天の主力であるネット事業に多数の新規参入者が入り続けていたことによって、まあ、利益面での成長が鈍化していたから、だから3本目の収益の柱を立てるために、まあ、ネット、通信に参入したというふうに考えます。はい、今回は以上です。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。